こんにちは、辻岡です。さあ続きやっていきましょう。あらまさかの研究所行けるん？え、なにこれ。ふう、苦しかった。やっと紙詰まりが鑑賞できました。ここはセンサー研究所のもみじ山出張所です。センサー研究所では日々冒険に役立つマシンを研究してるんです。マリオさんの冒険にも役立つマシンがあるかもしれません。ぜひお立ち寄りください。センサー研究所への移動はとっても簡単。各出張所にあるこの機械をご利用ください。なんとこの機械を使えばセンサー研究所一瞬で移動すること。ああなるほど、そういうことか。これであれだ、充電が満タンにできるんですわ。ああファクシミリじゃん。すごやば、充電1回500。じゃあ充電しよう。充電入りまーす人力？人力なの？よし戻ろう。すごいわ。座って、もみじってどうしてこんなに赤いのかしら。恥ずかしいのかな。そんなわけないか、木だし。私の方が恥ずかしいですわなんで恥ずかしいの。水神神殿には水を司る神様が祀られているんです。よし、それじゃあ行ってみましょう。よし、神殿のとこ来たぞ。なんかキノピオいるのかな。あーいるいる、ここいるわバッテリーを使うアイテムって Y を使うとオンオフを切り替えやすくなって、え、 Y を使うと、あ、ほんとだ知らなかった、さすが教えてくれるんだふんふん。うわーすごい、こっちまでいけんの。これもそうでしょ。どうしたらいいんだろう。どっかに止まらないといけないんじゃない。あーあー間違え、入っちゃったちょっとまだいっか。ここに何かしらあるということだけ覚えとこう。わ、キノピオがいっぱい。これどうしたらいいんだ。あれ上にか、上に落とさ、上から落とさなきゃダメだな多分。あ、これか。オッケーオッケーなんかペラペラのおかげで岩に当たらなくてよかったです。いや美しい、青い水に赤いもみじが映えますね。じゃあちょっともう一回こっち行ってみるか。ああ、よしよし、いけたいけた。神の手ってかっこいいけど操作が難しくないですか。傾ける操作が苦手な場合にはジャイロ操作をオフにするといいかもしれません。へえ、あ、落ちれるな。おい、行っちゃった。ええー、あら、おててマーク出たよ。叩くキノピオでした。マリオさん、ついつい逃げてしまいました。私結構壁登るの上手くないですか。うまく登れないよ。よし、じゃあ行っか。あ、ここいた恋みたい。ありがとうございます。ここは水神神殿です。神殿には水を操る神様がいらっしゃるそうですよ。水神神殿到着。さあいよいよ水神様に会えますわね。あれ、入り口はここでいいの。なんか、え、ピン。マリオさん、私ピンと来ちゃいました。
これ両方のスイッチを一緒に押すんじゃない？私冴えてる。あ、ボム兵がいないとダメじゃん。ダメですが、私浮いてるからスイッチ押せないです。ボム兵さん、私の代わりお願いします。いない？っていうか先に来てるはずなのにいないの、なんで？っていうかもしかしてまだ黄色い草のところで迷ってるの？マリオさん、ボム兵さんがいないと神殿に入れないかも。あ、マジか。それで戻る感じか、あっちに。しまったぜ、これ。あ、こっちか？こっち行ってないや。あら！行けなかった。イガグリなんとか。ジャンプ危ない！落っこちたら大変ですよ！まだ黄色い草のところで迷ってる。じゃあ、行くか。あ、いた！まさかのこんなとこにいたなんて。おい。そっか、君も仲間を待ってるんすか。俺もっす。仲間っていいもんすよね。え、ボム兵さんこんなところにいたの？もしかしてやっぱり迷子になっちゃったのね。あ、兄貴、オリビアさん。きっとまたいつか会えるって信じてたっす。感動の再会っすね。へい、仲間と会えてよかったな。おいらも仲間たちとここで楽しい楽しい缶詰パーティーするんだぜ。缶詰パーティー？それは面白そう。ダメダメ、私たち水神様に会いに行かないと。さあボム兵さん、行きますわよ。ういーっす。こんなところにいたなんて。仲間が来るのは待ち遠しいぜ。よっ、お、出た、新たな出会いっす。折り紙じゃないから悪いやつじゃないっすね。おーい、はじめまして、俺ボム兵っす。あれ、返事がないっす。この人も、ボム兵さん、違うの、これハリボテ。あー、落ちてった下に。倒した方が良かったかな。橋から飛び降りるなんてマリオスも結構大胆。さてさて、ボム兵さんはどこかしら。上に上がっていけばきっとどこかで見つかるはずよね。しかもここにお宝箱だい。頑丈な木箱ゲット。ボム兵さんどこかしら。先に進んでみましょう。怪しいとこは。あれ、何かしら。丸いものがコロコロ転がってますわよ。ボム兵さんですわ。こんなにすぐ見つかるなんてラッキー。ボム兵さーん。いやー、いや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 。何これ。あらあら、どっち、こっち。あらあら、こんなにイガイガしちゃって。ほい、あぶな。助けてー。あー、しまった、マジか。あそこなんか壊せそうだな、あれ。行ってみよう。これこれ、よし、壊せる。壊した壊した。ちょこいつか、ほんにゃろー。あら、キノピオいたわ。伊賀の中から飛び出したクリクリトリオでございます。何だったんだ一体。ここも落ちてくると。なるほどね。でここに、よし、その前にお宝を開けよう。ボム兵よりお宝なのだ。看板、おーい、大丈夫か。兄貴に、オリビアさん、まさかまさか、あの橋から飛び降りて俺を助けに来てくれたんすか。お二人は命の恩人っす。こりゃいい思い出ができたな。よかったですわ。でもボム兵さん、もう無茶はしないでね。いや、メンゴメンゴ、スーパーメンゴっす。さあさあ、こんな意外がで危ないところさっさと登っちゃいましょうぜ。大丈夫なの。よし、オッケー。ん？なんで登ったの。ほら、ほら、あら、なにあれ、タワークリボ？
はいはい、なるほどね。うん、うわできねえのか、マジか、間違えた。あー強いねクリボン、ひっくり返って動けない。回転コーラゲット、おおやばい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 っすよ。おおえクリボンだったの。むずくねマジで。もうレベル違うわマジで。いやガードしてもいって、ほんと。アイアンブーツとうとう壊れた。兄貴じゃなくてマリオさん、気づいたらまたまたボム兵さんがいないですわよ。あの人どうしてこんなにいなくなるのが好きなのかしら。アイアンブーツをなんか隠れてあそこにクリボンが隠れてんな。はいはい、ファイアフラワー、なんかここに穴が、何やろうあれまた、あなんかいっぱい穴出てんじゃん木のぴょ、はい、ありがとうありがとうございます。いかで体力減ってますか、せんか、そんな時はキノコですよ。あずっと消えてない、100コイン取るまで消えなかった。よし、あそこにいるんか、なんか怪しくない、なんこれ、土管出たりしないのかな。なんか行っちゃったけど大丈夫。あーでここ外せるんか、うん、ボム兵さんはイガグリ団にいる気がします、知ってる。これでこっち開けれるようになった。もみじ山に戻ってきた、ボム兵さん探さなきゃ。どこに土管あった、あこれかこれかこれか、また落ちてくのね、ボムヘさん、またですか。ボムヘさんいないですわね、本当にこんなところまで来ちゃったのかしら。どこにいんの、まさか逆に私たちより先に行ってるかとか、本当あっち側行ってて、あら本当だなんでこっちにいるんマジで。ちょっと意味が分かりませんよ。むにゃむにゃ、こんなにたくさんの栗もう食えないっすくっそー、あら寝てるんだ。マリオさんかわいそうだけど、ここは叩き起こして差し上げません。よしありがとうございます。おい、うん、ああ兄貴、迷ってたら抜け道見つけて一足お先についてたっす。お二人があんまり遅いんで待ちくたびれて寝ちゃって。ああよかったです、これでもうボム兵さん探しをしなくていいんですわね。さあこれで今度こそ本当に水上神殿に行きますわ。そうっすよ、それじゃあ張り切って水上神殿行くっすかね。くそーみんななんかみんななんか常識ないな。よしよろしく、はいはい、ぼーっとしてないでボム兵さんも乗って。
あ、はい。やれやれ、俺がいないとダメなのか。わーい、やった、これで中に入りますわ。あら、ボム兵さんは行かないの？あ、俺？神殿とかいざ入るとなると震えが止まらないっす。多分むしゃぶるいっすけど、スイッチ踏んで疲れちゃったし、ちょっとここで待ってます。行ってらっしゃい。ふざけんなふざけんな、こいつ。こんにゃろこんにゃろ。あ、ちょっとちゃんと、お、あれ？行くじゃん。あ、くっそ行かねえのかよ。うわ、なんだここ。水神神殿。とっても凛々しいお顔。これが水神様かしら。かっこいいですわね。はあ、これくるくる回す系ですね、これ。よし。大事な紙ペラを使って助けていただき、ありがとうございます。ちなみにスカスカ穴からこぼれた紙ペラは減ることがないんで安心してくださいね。あ、そうなんだ。スカスカ穴に使ったやつだけが減ってるのか。うーわービビった。懐かしい、なんかこれあれじゃないの、マリオ、違う、マリオブラザーズマリオブラザーズで出てくるカニじゃないのこれ。あ、やべえなこれ。あ、でもアイアンブーツあるか。これアイアンブーツじゃないとダメだよね、きっとね。ちょっとアイアンブーツとかキラブーツとか持ってきたい。金ならあるんです。何これ、わかってるねわかってますな。ふむふむ。あら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 、なんでしょうこれなんか左からカニが見てんだけど、とにかく何なのかさっぱりわかりませんわね。あそこ、なんか、壊れたけど。壊した壁の向こうからカサカサって聞こえました。何のカサカサかしら？すごいね、これ。全部、テキストあんの？イベントやるごとに。奥の壁にちょっと、ハゲてるところがありそうだけど、やっぱりよくわかんないかも。ほんとだ。あ、なんか、待って。ちょちょい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 、来るか。よーし来たこんにゃろそのまま戦うのは無理だった。あ、反対になってたらさすがに踏めるんじゃないの。ひっくり返って動けないのだ。3でしょ。おー、すごいすごい、こうやって、あー、なるほどね。ちょっと秒数やってもむずいかも。あと1回しか動かせないんだもんな。むずいな。うーん、ねえ待って、赤だったのにひっくり返ったら青くなったんやけど。よし、溝のあるパネルゲット。今ゲットしたパネルって何かしら。どこかと同じような四角い形を見たような気がしますけど。大丈夫大丈夫、ついさっきのとこみんな青から赤になっちゃった。違う違う、赤から青になっちゃった。よし、ドゥーンドゥーン何僕がやった通りになったってことこれはい、
おお、水じゃ。水が流れた。お水がドバドバですわ。こんなにたくさんのお水どこまで行っちゃうの？わーい。まさかの、こんなのいっぱいもらえた。追いかけてみます？追いかけてみよう。あら、水がめが。お、あとちょっとで口が開きそう。ふむふむ。キリ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 。もう帰れなくなったぞ。水神様のお口がちょっと半開きですわ。どうしたんでしょう。あ、なんかくるくる回るようになった。うわー、牙がかっこいいですわ。ポカーンじゃなくてもっと大きくお口を開けたところも見てみたいですわね。水が流れたおかげで神殿の右側に行けるようになってたらいいな。なってるなってる。なんかあそこにキノピオいない？右のあの下に。あれだな、チリチリなってるの多分。これでしょ多分。よし、マリオさん気づいてもらえてよかったです。こんなジメジメした地下の窓際で生きていくなんて寂しすぎますよ。お、マックスアップハートやったぜ。またマリオさんの HP が増えたような気がします。人に出会えた喜びがハートになっちゃいました。じゃあこっち行ってみて。うん、なんかいないこれ。あら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 。これ横に。あら、もしかして。あ、なんか奥ないこれ。ほいほいほい。やりました。パワーパウブロック。うん、あれ、あ、壊っ、壊しちゃいけないやつやないこれ。なるほど、これよく考えないとダメだな。パウブロック全部壊したらダメだったね。あっち抜けをちょっとできなくなっちゃった。これは、あ、水神様がお口からお水をたくさん出してますよ。さすが水を司るという水神様、とにかくお水が大好きなんですね。ふむふむ。ここを両端に行かせたいみたいな、何かしらあるんでしょうな。パターン、目からピュー目からピュー、お目目からピュー。ああ、いた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 。よし、オッケー。窓の形に折られましたが、サイズが合ってなかったようです。設計ミスですかね。よし、100%になった。神殿って結構広いかも。あら、結構これは結構な難易度じゃないですか。困った時はあちこち叩いてよく調べるのよ。ほいほい。え？え？何にもなかったんだけど。下降りれるんだ。あ、ここも。これだけかな。
あら、ありました。うわビビった久しぶりのウェーブバトルです。待てよ、ちょっと魔法陣もあなたたちが使うものじゃないですわ。マリオさん、取り返して私たちが使っちゃいましょう。どうやって取り返せるの。ちょ、もうむずすぎるマジで。魔法陣しかも使えないし。いや、むずいわ。あ、いけたかも。むずかったけど、いけた。びっくりのいけました。いやー、難しい、ほんと。パズル成功したけど。やりました、溝のあるパネル。なんこれ、コーヒー屋さん。あら、ああ、いらっしゃい。え、なにこれ。ご注文か。ザ・コーヒーを一杯。ふう、それにしてもマリオさん、よくここが分かりましたね。ここは僕たちクッパ軍団の憩いの場、会員制のカフェなんです。でもマリオさんならいつでも大歓迎ですよ。なあマリオ、クッパ軍団で一番強いのはクリボーだと思わない？お前隊長か。だってさ、一番最初に戦うのは大概俺たちだろ。クッパ様に一番信用されてる証拠だよな。いつも全力でやってるよ。いやいや、僕たちだっていろいろ大活躍だよ。クッパ様を助けにピーチ城へクラウンを飛ばしたのも僕の知り合いの兵法だし、折り紙の悪い奴がピーチ城で化けてたのも兵法だったって噂だよ。やれやれ、彼らはいつもこの調子なんですよ。マリオさんもクッパ軍団も同じペラペラ同士、一緒に頑張りましょうね。そうだな。ふう、マスター、いいコーヒーだったよ。おらおら、叩いてくぜ。まさかのコーヒー屋さんがあるとは。さて、じゃあパズルをやりますか。さて。うわ、これガチだな、これ。これガチやな。こう来なきゃいけないよね、きっとね。あ、でもあれがないんか。こう来ると？あ、いいじゃん。できた。適当でできたわ。S。S の字書けば大丈夫ですよ。何も、なんで？ね、なんで？繋がってない？全部使わなきゃダメなの？ふざけんな。ね、ふざけんなよ。完全にできてたよ、今。マジで？オリビアヒント、あ、来た。オリビアヒントがあるわ。台の下に何か書いてありますわ。コインが入りそうな穴まで開いてます。お手本見る、あと一歩、全自動。ちゃんと用意されてました。見ねえから。見ねえから、絶対に。見てたまるかよ。さすがに、これは確定じゃない？ちょっと確定を、ちゃんとずつ、ちゃんと一個ずつ。ふんふんふん。なんか良くなってきてない？なんか合ってきてない？これ。これを、順番をずらすべき。
か。来た、ヒントなしで行ったぜ。なんかふにょふにょ動かしてたらいけました。さっきのだってさ、繋がってなかった？おっしゃー、そうか、ここの映像の辻褄が合わないからダメなのか。わーい、なんかアイテムたくさんもらったよ。ん？ここ土管が開いたからこっちから行った方がいいのかな。どうだ、これで口がパッカーン。あ、開いたー。水神様のお口が開きましたわ。まるで吠えてるみたいです。ガオー。お口の中ってまるで階段みたいになってるんですね。あれならご飯がよく噛めますね。かわいいな。いっそ水神様のお口の中に入っちゃいますか。よーし、これでもうほとんどね、水神神殿の中やることなくなったでしょ。ということで、次はおそらく水神様に会いに行けるんじゃないでしょうか。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。